はい、えー、それでは始めさせていただきたいと思います、えー、皆さんこんにちは、えー、株式会社 g ネットの代表をさせていただいております黒沢と申しますよろしくお願いします、えー、本日はですね戦略的行政ホーマーカデミーということで弊社がですね展開する特別研修について、えー、こちらの方でですねやらせていただくということになりまして、えー、この紹介をさせていただきたいなというふうに思っております まあ弊社なんですけれども、まあ、何をやっているところかということで簡単に自己紹介をさせていただきたいなというふうに思います、まあ、私自身はですねあのもしかしたらあのこの中にも知っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもあのレック東京リーガルマインドさんの方ではですね10年ほどあの講師行政書試験の,です、ね、あの講師なんかもやらせていただいておりました。その方々の実務も担当させていただいてやっぱりあの実務をやる方々らですね、えー なんて言うんですかこの行政書士という職域これがですねどんどん変化をしているもう,もうちょっと言うと変化しているというよりかは企業が求めているニーズっていうのが私がこれやり始めてこの10年で随分変化したなっていう気がするんですよ。この10年で起こったことってやっぱりそのインターネットっていうインフラの変化だったりとかするわけじゃないですか。 それに対して実は新しいビジネスモデルとか新しい技術っていうのがもう死ぬほど出てきているわけですよね。で、ワンさが出てきているその状況に対してずっと同じサービスを展開しているというのはですねあこれはやっぱりですねおかしいなという感じがしています。もう一度申し上げますけれども企業がわれわれに求めているスキルニーズこれがですね変わってきているという現状があるんですよ。ですから 今まで皆さんのイメージでは行政書士になったらもう許認可申請とかで申請書類を作る仕事だって思われてるかもしれませんがいやもっとですねクリエイティブなな仕事事っていうのが望まれまれれすすすし、ででできるんんよ。あのこれ大事なんですね。皆さんね申請書類を作るっていうまあ単純にあのいわゆる代償屋って言われるような仕事で。 そそれこそ、うんまあ、具体的な業務言うといろいろ角が立つんであれなんですけどただ書類作成をするだけってどうですなんかちょっと、うん、それだけで自分の人生終わるのかっていう感じもしませんかですからねやっぱりねプラスアルファもちろんね書類も作るんだけれどもプラスアルファ企業に提案ができたりとかあとはせっかく皆さんが真剣に勉強したこの行政法なんていう分野ね とかあるいは会社法会社法あんまりやってないよって方も多いのかもしれませんが行政法とか会社法っていう分野をもっと実務的にブラッシュアップしてで知識を使う頭使う仕事っていうのができるんですよ。なのでぜひ、えー、そういうクリエイティブな仕事ができるそういう領域なんだっていうのを認識していただくと弊社がやっていることっていうのも もう少し飲み込みやすいと言いますかですねあの理解がまあ得られると言いますか面白いなって感じていただく方がですねあの、まあ、増えていただけるような気がしております。で今回展開させていただくこのアカデミーなんですけど実はこんな流れでやらせていただこうというふうに思っておりましてえ簡単に紹介をさせていただきたいというふうに思っております。 戦略的行政ホームアカデミー、えー、平日の夜、えー、3日間でやるバージョンとあとは休日2日間でやるバージョンとご用意させていただく、えー、予定でございますけれども、えー、両方とも時間は変わりません時間も内容も変わりませんので、えー、この内容でやるぞというふうに理解をしていただきたいと思います。で3日間でやるバージョンで今回はあご案内しようかなというふうに思っているんですが。 行政書試験に合格をされてでその後とにまあ業務をやろうかなとあるいはあ今もうすでに業務をやられていてであこういったところに着目をするとチャンスが生まれるななんていうふうに感じる方是非このアカデミーなんかでに参加していただくといいんじゃないかなというふうに思っておりますがまずですねあの1日目にはですね、まあ、簡単にこれはあの基本的に参加型のものになりますから。 いわゆる講義を聞くっていうわけじゃなくてこれ皆さん自身がですね皆さん自身ができるようになってもらわないと困りますしそれぞれが経営者なわけですからそういうふうに我々もちょっと接していきたいなというふうに思っておりますのでえ来た方全員がそこでワークをしていただきますし体験をしていただきますしそこで喋っていただきますしっていう形でえいいでしょうか。単純にあの受け身の そういった講義ではありませんので研修アカデミーという形にしてますけれどもそれぞれがこの3日間を過ごしていただくことによって体験をしていただき体感をしていただきそして気づいていただきそして実行に移せるとそういったものになっておりますのでその辺のちょっとまずはご理解いただきたいなというふうに思っております。最初はまあ自己紹介っっっててて言ますすすけれどもあのプレゼンンテーーシションシートとかででねね思考ののやり方っていうのをです、ね えー、まあ、お話をさせていただくような、ものになります。あの、単純に、あの、自己紹介してですね。クロスアドレスどうも、みたいな形では全くありませんから。あ、これもですね、弊社独自のちょっとプレゼンテーションシートなんかがありますので。それに従って、ちょっと、皆様にも、やっていただこうかなというふうに思っております。その後にですね。えー、いわゆる、この行政法務ということで。今日、もう、本当に簡単にしか、ご案内してないんですが。実は、今、求められている行政法務。 というこの領域というのが一体いかなるものかというのがですねこれが実は肝になるんですよ。で実はここはかなりハイレベルな話をさせていただきますからうわー相当勉強しないとこれついてこれないじゃんっていうふうに思っていただくと思います。多分思思うと思いますねただ やっぱね、うん、せっかく仕事をするのであればどんどんハイレベルの仕事をしていってです、ね、ハイレベルの仕事っていうのは要するに報酬、フィーもですねは、うん、高いものが得られるわけですよ。いいですかせっかく資格取ってですね、じゃあ年間300万しか売り上げがありませんといっぱいいるんです、そういう方ね。でもそれじゃ意味ないじゃないですかそれ独立する意味ないですよ。 やっぱ独立するからにはです、ね、ちゃんと高いです、ね、そのクオリティのサービスを提供してでなおかつ高いフィーを得ると、まあ、これが、まあ、単純に喜ばしいと言いますかそれが自分の評価ですからねでそういったところを目指していただければということで、まあ、行政処置法務の領域ということで要するにこの3日間通じて何を得ていただくかというのを理解していただきたいと思います。 でそしてえ次の60分のところでは、うん、せめてここに来るまでには行政書士法なんかについては読んできていただきたいわけですが行政書士法 なんかもこの職域の理解ということで単純にあの通常本にただ書いてあるとかですね、えー、いわゆるですねあの会の研修なんかで説明するような職域の理解とはまたちょっと違うような話でございましてこういうふうに読むべきだとこういうふうに解釈をして展開していくと非常に面白いぞという、まあ、実務的な営業的なですね、えーまあ、職域の理解というのをお話しさせていただきたいというふうに思っております。 で2日目のところに関しましてはですねさらにあの各修行法ということで他の職域とか逆にその修行法に書いてないゾーンというのが実はいっぱいあるのでその修行法に書いてない領域についてはどうやって担当していったらいいかなんていう考え方ですね。 ですからあの行政書士の職域だけにとらわれる必要は全くないんですよですからクライアントが求めるサービスっていうのはきちんとイメージしていただいて商品設計をするそういう考え方について説明をさせていただきたいなというふうに思っておりますそしてこれですよね2日目のところで出てきますけれども実務的な行政法規の読み方使い方ということでこれ超重要です、えー、行政法規 これがねちゃんんとと読めるいいいう力なでですよいいですよか役所のマニュアルに従って許認可申請をですね申請書類作ってます、これは実務でも何でもないですよ、法律家じゃないですよね、それはマニュアルマンですからそうじゃなくてちゃんと行政法規読み解いた上でできちんとそのリスクを負いながらでもですねあのこういう業務展開ありえるんじゃないかっていうスキームの提案なんかができる力を養うということで。 これはですねあの非常に面白いですし皆さんが今までやった行政法の理解っていうのが役に立つ役に立つというかもろですねここで出てきますからぜひですねここを習得してていいいたただきたいなと思っています、えー、そして実際にワークなんかを通じて行政法規のその調べ方読み方とか使い方をまあお話ししますからその上で。 できちんとどういうふうに調査をしていけばいいのか実務に即して調査をするというのはどういうことかというのをですねちょっと説明していきたいと思います。で,3日,目です3日目に関しましては許認可行政法務の実務っていうことになりまして許認可業務のですね一通りの流れ流れをですねこれをね2日目にやった行政法規の読み方これを使いながらじゃあ実は許認可業務っていうのはこういうふうに進めていくんだ。 っていう流れフローなんかもですね、えー、ちょっとハイレベルなってことねハイレベルなの行政法務の実務っていうのを少しお話しさせていただきたいなというふうに思っておりますそしてあの新規分野なんですけどもこれもですねあの新規分野を開拓する力っていうのはやっぱり弱いんですよ特にこの業界非常に弱いんですねですから新規分野を開拓するっていうのはあの誰か研修やるのを待ってるんじゃなくてですね 自分でやらないといけないわけですからだからその前に行政法規を新規の行政放棄なんか調査する力があればですね新規分野の開拓っていうのもできるわけですただ、どこにそれをその商品を提案するかとかですねそういう売り先なんかも同時に考えながらやっていかなければいけませんからここはですねあの経営者としての能力なんかも問われてくるということになってまいります。 そして最終的にまとめをさせていただいてこの「戦略的行政法務」っていう言葉はここで初めて現れるんですねタイトルでついておりますけれども実はこれ「戦略的行政法務」っていうのはどういう意味なのかというのをですねこの3日間受けていただいておそらく初めては「はあなるほどな」ってきっと気付いていただけるんじゃないかなというふうに思っております。 弊社がやっぱりあのやっていることを実際に体験していただきたいですしぜひこれからの領域を担うとそういう意気込みでチャレンジをしていただくさらにはもっともっと勉強,勉強していきたいんだと法律っていうのももっと鋭い切り口で自分は学んでいきたいしでそして実際にサービスとしてで ユーザーの皆さん、クライアントの皆さんのために展開していきたい、提供していきたいんだ、知識を。こんなふうに思っていただける方、ぜひこのアカデミーに参加していただいて、一緒にその領域を切り開いていただけたらなと、こんなふうに思っております。はい、ということでございまして、実際に皆様と直接ですね、お会いができて、でお会いできてで、こういったところをですね、作っていけたらと思っておりますので、 えー、ここに参加していただいてまあ、説明会とかそういうのも出てきますからまあ、そういったところにご参加いただいてまたあ詳しく説明させていただければなというふうに思っておりますぜひ参加していただければというふうに思いますはい、えー、ではですね今回はご案内は以上というふうにさせていただきたいと思います、えー、ご清聴ありがとうございました